はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、また伊勢中川駅に来ました。ということで今日はですね、2023年12月24日クリスマスイブということで、クリスマスプレゼントを買わないといけない、っていうのもね、あれなんですけど、まあとりあえずですね、今日行くのがですね、なんかマルシェがやってる駅があるらしくて、そこちょっと行ってみたいなと思います。ということでね、マルシェ、あのなんか電車の中で物売ってるらしいです。それがね、今日はあるみたいなんで、とりあえずそこ行ってみましょう。ということで南大阪線ちょっと攻めてみたいと思います。でその駅ね、紹介もできたらね、ちらっとねいいかななんて思います。まあちょっと水くんの一人旅みたいな感じですけど、行ってみましょう。それではよろしくお願いします。あ、朝からフォロワーさんがいましてね、一緒に特急乗ることになったんで、今日はですねこういうことはできないんで、はいこういうことはできないんで、はい、無音で行きます。無音で、はいということで、フォロワーしてくれてる三鷹さんね、ありがとうございます。ということで、まあしゃあないから隣座れよ言うてはい、さて、いや上本町まで行ってもよかったんですけどね、南大阪線の全面展望が撮りたかったんで、ちょっとこっちここまで来たんですけど、柏原神宮前行きました。阿部の橋行きますよ。阿部の橋行きます。さすがに1時間ちょっと遅かったらパチンコ特急止まってないですね。ということで近鉄大阪阿部の橋駅到着しました。 F1 ということでね、はい、到着しましたよ。
着しましたが、ね、安倍の橋1,2,3,4,5,6 面か、6面1,2,3,4,5,6 面5線、6面5線の駅です。はい、そんな感じになってますね。で、結構ね、ここの6番線結構ね、この特急専用みたいなところがあるんですけど、今回はこれ6番乗り場に橿原神宮前行き区間急行が止まってます。これはなぜかというと、今回来た目的、これが止まってるからですね。はい、マルシェ列車になるのかな。はい、この中で物品を販売してるという珍しい光景です。はい、なんでこっちにね、止まってるということなんですけど、早速行ってみましょうか。はい、本日橿原宮に区間急行はご覧のように橿原宮に区間急行にご乗車の皆様はご覧のようにお参りください。だ、多分3時まではいつもこの4番線だったと思う。特別にこっちなんでしょうね。はい、ということでこうなってますね。これ結構珍しい光景ですよね。はい、クリスマス仕様になってますね。はい、ということでね、早速ね、行ってみたいと思うんですけど、まあ人多そうなんでスマホに切り替えていきましょう。お、ダブルエスカレーターになってない、これ珍しいないつも下り専用、あ、向こうかな、下り専用のね、下りばっかりのエスカレーターになってるのに、これも結構珍しい光景じゃない？ダブルエスカレーター。まあここが校舎専用なんでしょうね、普通は。それがこうなってるってことはレアじゃないですか。はい、そんな感じになっております。すごいな、やっぱり一個ね、なんかイベント列車が入ることによってこうガラリと変わるっていうのがやっぱり素晴らしいところですね。なるほど、好きのあるホームを使ってね、こういうことをやるっていうのはすごいいいことだと思うんです。伊勢中川もやってくれへんから、三重県名物をね、あの一番線とかあんま使わないんで、ちょっとやってほしい気はするんですけどね。はい、いや、はい、ということで安倍の橋駅でした。ということで外出てみましょうか。15時までなんでね、本当はこの桜ライナー乗りたいんですけど、まあまあいいかまあいいや、まあ、せっかくなんで外も出てみましょう。こうやってね、これこういうイベントってすごいいい。してほしいですけどね。今回は奈良の名産物、奈良の、ね、村の名産物だと思うんですけど、はい、ということでスマホに切り替えました。あ、これ鉄道駅マルシェ開催中、いや、これが珍しい、すごいよね。端っこじゃなくてど真ん中で開催されてるっていうのがすごいですね。奈良の名産、奈良の名産ですか。奈良の名産を、本
号は5番乗り場から発車です。発車は中継前に5番急行にご乗車の乗り場です。5番乗り場へお参りください。じゃあ行ってみますか。はい、美味しいですよ。2600円になります。ありがとうございます。あれ？ってことは？5本出してた？あ、はい。はい。当店のこちら、人気のフェアリーベッジから味わってみてください。イカの側の河原に、そのことはカラスのエンドなど、ちっちゃいこれを集めてきてるんですけど、フリットをあっさりして、あーヨーグルトとか、なるほど、はい、築300年の、サバ、サバか、焼きサバ。すいません。少しは感じます。どうも。ありがとうございます。味噌と醤油の感じですね。ありがとうございます。ロードが完全に上昇するね。なるほどっていう感じなんですね。ちょっとね、人が結構多かったんで混雑してたんであれなんですけど。なるほど。さ、素晴らしいですね。はい。挨拶もありますよ。ということでね、近鉄百貨店もこうあって外に出てみましょう。すごいね。さあ、前は天王寺駅ですね。天王寺御代ですね。やっぱりね、安倍の橋といえばね、これですよね。安倍の橋歩道、これが有名ですよね。安倍の橋駅と、JR の天王寺駅を結ぶ場所ですね。これは非常にいいと思います。御代もね、結構ね、もう僕が18ぐらいの時からずっとあるんですけど、まだまだ現役でね、バリバリ頑張ってますんで、素晴らしいです。はい、ということで、すごいね、やっぱり
なんかすごい落書きが、落書きっていうんかな、ありますね。そしてここ安倍のキューズモールですね。ここもお買い物するところですね。僕昔ここよく行った、ここの天一よく行ったんですけどね、はい。でこっち側、はい、安倍のハルカスがありますということで、はい、安倍のハルカスね、これはねもうどっからでもね、もう近鉄大阪線、南大阪線でもね、大阪入ったら見えるみたいなねイメージなんで、はい、まあ大阪来たかって感じですよね。はい、安倍のハルカスということでね、こういうのもあります。今も日本で一番高いビルなんだっけね、えちょっとどうなんでしょう。結構ねもう都会都会都会、大都会です。はい、はい、ということで、安倍の橋歩道橋の上に来てるんですけど、こうね見渡すとね、なんか若干揺れてる気がするんですけど、こうやってね通天閣も見えます。はい、そしてその横スパワールドですね、スパワールドも見えますということで、でこの手前がね天王寺動物園になりますね。今天芝広場とかっていう名前になってるのかな、なんかそんな感じです。でこれが JR ですね、はい、という感じでね、はい、安倍の橋駅です。で安倍の橋って何なのって言われると、このこれが安倍の橋、今このね人が通ってるところが安倍の橋と呼ばれる橋ですね。安倍の橋と呼ばれる橋になっております。まあこういう感じですね、はい、はい、ということで戻ってまいりました。阪海電車ですね、これがまあね浜寺公園まで行ってるということでね、はい、もともと僕が住んでた近くまで行ってます、浜寺公園までね、はい、歴史あるね路面電車なんでね、素晴らしいところです。はい、ということで今日はまあ安倍の橋駅というか、ちょっとねあの僕も初めて来たんで、あの車内で販売するね、なんていうのあれね、マルシェ、電車マルシェ、ちょっとねどんなものか見てみました。いかがだったでしょうか。まあね結構ヤギとかでもやってますし、点々としてるんでね、もしよかったらね、一度ね行ってみてください。素晴らしいところがあるかと思います。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。